中途半端になった。田向かい、田向かいがライン割っていません。もう一度西矢、西矢打ってきた、シュート決まった、先制徳島。開始7分、西矢和樹2試合連続今シーズン8点目。ここで侵入をしてきて、まあ、ゴールキーパー一旦防いだんですけどね、この角度のないところから非常に強烈な左足のシュートですね。しかしこのボール、渡井からもう一度徳島、岩尾から西矢へ通る、面白いパス、ゴール前、2点目追加点。最後は柿田でしょうか、オンゴールかどっちかなと思います ね、 ですね。徳島追加点で2対0リードを広げます。ディフェンスとディフェンスの間のスルーパスから柿田選手の背中ですかね、ですね。非常にいいクロスが入って、柿田選手を体にね当てに行ったので、それが得点につながりましたよね。一旦下げます、渡井、ここに飛び込んできて岩尾から柿田、そして自ら左足、藤村のブロック、もう一度ゴール前ダイレクトでいきますが、これは枠の左、ここも波状攻撃。パを狙う、頭で3点目、岩尾のシュート、徳島追加点3対0リードを広げます。いや、岩尾選手今簡単ではないですよ、これはね。そうですよね、しっかりディフェンスは疲れている中で、でもうあまりこう体勢的にもいい体勢じゃない中で、はい、頭で合わせてきますからね。さあ徳島陣内入ってきます、石尾、石尾から縦、加藤にむつ、あとこれが転がって1点返した金沢、ジャストミートではありませんでしたが気持ちでねじ込みました、加藤睦月今シーズン13ゴール目。今は非常に加藤選手が横に流れた動き出しで、いい動きの中からね得点でしたよね。ディフェンスの間を狙った非常にいいスルーパス、ボールのね速度もね、非常にこういいスルーパスでしたね。さあここは柿田がここまで下がってプレーに加わります。小西、なあとボール奪った山根、そして加藤睦月のシュートは、これは最後ディフェンダーに当たりましたかね。そうですね、決定的でしたけどね、懸命のディフェンス、キーパーですね、ですね、上福本、ディフェンスからボールを奪って、はい、まあ、狙い目ではありますよね。さあそして渡辺大樹から前線へ、加藤睦月、ホドルフォに当たる、ゴール前、このボールが決まった、金沢追加点、金沢2点目。よくホドルフォ選手にパスをこう、ね、出しましたね。ホドルフォ選手一度ボールを ここ加藤選手粘りました。非常に難しい、こう反転してね、利き足ではない右足で押し込みましたよね。さあですが、ここも金沢押し込んでゴール前、山根動き出している、加藤睦月、山根シュート、上福本横取り、ビッグセーブ、スーパーセーブですね。ゴールを死守します、はい、佐倉選手も入りましたからね。そうですね、高いボールから石を折り返して大橋、佐倉、はい、最後は島塚、同点に追いついた数軍金沢、3点のビハインドから一気に3対3同点。石尾が折り返して大橋選手ですか。そうですね、島津選手が、まあ、触って押し込んだと、もう完全に流れは金沢に来てますから、ゴールキーパーの白井に戻します。
渡辺本頭ですらしてコドルフォスピードがありますコドルフォコドルフォ持ち込んでコドルフォから杉浦に追わずコール球懸命のクリア今のところやはりこう正確なクロスをね、はい、あの上げるともっと攻撃が厚みが出るんですけどねそうですね、はい、非常にあのいい連動性のある攻撃でしたよね後半に入ってからも金沢のペースが、ずっと続いてますねそうですよね、はい、福岡はやはりこう何度か立て直さなきゃいけないですね岸本ライン際返してくる面白いところ最後は柿田今日2点目4対3柿田リードを広げます柿田の個人技で得点をね取りましたね佐久田選手が対応してますから体を入れて右足で流し込みましたね さあそしてその佐藤を走らせる佐藤クロスここには誰もいませんが西矢だわずかに浮きました リスタート柳下監督からもあとワンプレーツープレーでしょ大きな激が飛びますがさあアディショナルタイム5分台に入っているここで試合終了4対3徳島ボルティス辛くも勝利今日2得点の柿田ホイッスルを聞いてロドリゲス監督は大きく息をつきました